水と緑豊かな小谷池公園に1990年、伊丹市昆虫館は設立されました。今回は、伊丹市昆虫館を順序に沿って紹介いたしましょう。入り口前には蝶が集まるようにとバタフライガーデンを作っています。では早速中に入ってみましょう。受付を済ませ、鏡を通り抜けるとそこは昆虫の世界。10倍の大きさの森に隠れた昆虫を探してみましょう。なんと200倍の大きさになったミツバチ。体の作りがよくわかります。虫のクイズにも挑戦してみましょう。第一展示室と隣接する特別展示室では、世界の珍しい昆虫標本や日本の身近な昆虫標本を展示しています。次に生態展示室では、クワガタやナナフシなど約30種類の生きた昆虫を展示しています。生態展示室の後は超音室へと進みます。この音室には一年中14種類1000匹もの蝶が暮らしています。卵を産むところや蜜を狙っている様子など、蝶の生き生きとした姿を間近で観察してみましょう。温室を出るとそこは2階です。2階には学習室があります。学習室では2000冊の図書、展示や触れ合いコーナーもあります。ここには解説員が常駐しておりますので、わからないことや疑問に思うことがありましたらお気軽にお声かけください。第2展示室では時期によってさまざまな企画展を行っております。企画展につきましては催し案内をご覧ください。4階の展望台に上がると小谷池や宝塚、六甲の山々が見渡せます。また3階屋上には蝶の形のソーラーパネルがあります。1階に降りると大画面で昆虫の映像を鑑賞できる映像ホールがあります。また1階の受付付近に自動販売機と休憩できるドリンクコーナーがあります。出口から外に出るとそこは出口前広場となっています。昆虫館を出ると次は小谷池公園を散策してみましょう。